ファンの皆様、大変お待たせいたしました。ボートレース宮島の第3回スカパー JLC 杯、シリーズ2日目の攻防です。雪がちらちらと舞う中、競争水面は第9レース、進入固定で争われます、ティータイムの予選競争の開始です。それでは対戦メンバーです。1号艇は吉島義行、前半で初白星をゲット、2周1マークで決着の逆転勝利でした。ここは連勝ゴールを目指す戦いです。吉島人気の中心。2号艇は原田智和、今日は1回走り破損したためボートが変わりました。3号艇は上村純一です。目下2着2本の2連体中です。4号艇は山本修司、前半レースは指して1着トップ争いを制しました。5号艇は角山優也です。目下3着2着と手堅くまとめています。そして6号艇は河野和樹、水神祭を目指す戦いは続きます。さあ現在風はスタートラインに対して右横風です。風速は今4メートルぐらい。第9レース内側から吉島、原田、上村、山本、角山、河野の並びです。スタートしました。早いスタート、これは大波乱となりました。一周の1マーク、先前1号艇、差しのハンドル2号艇でバックカーに入っています。皆様にお知らせいたします。本レースは前艇フライングのため、レース中止となりました。